埋め立て予定海域で見つかった軟弱地盤改良のための設計変更について今年4月国交省はこれを承認するよう県に対し是正指示を出しましたこれに対し県は是正指示は国の違法な関与にあたるとして総務省の第三者機関国地方係争処理委員会に審査を申し出ていましたきのう開かれた委員会の初会合では国交省の是正指示は 国の関与にあたるとして、県の申し出は適法と判断されました。今後、是正指示が違法かどうかの実質的な審査に入り、8月29日までに結論が出されます。